こんにちは、宇崎塚です。でね、スコップをね、新しいスコップを買ってきたんですよ。今回はね、柄が曲がらないようにね、こう、柄とスコップの間にさ、補強板みたいなのが入ってる、芯が入ってるやつを買ったんですよね。で、穴をほじって、ここはひん曲がらなかったんですけど、先っぽがね、なんか先っぽがへにょって曲がってしまったんですよね。これは良くないですよね。まあでも壊れるまで使おうとは思いますけど。これまた直せんのかな？なんかショックだな。今度は先っぽかよみたいな。ちょっと地面が硬すぎんのかな？まあでもとりあえずね、くくり罠の方は、ちゃんとね、うまく設置できましたんでね。これで、まあまた捕まると思いますんで。捕まるのを期待してね、今日は帰りましょう。ではでは、またね、バイバイ。